はい、どうもこんにちは。今日もですね、宇野昌磨選手の魅力を伝えていきます。2012年のザ・シークレットガーデンですね、そのプログラムの素晴らしさをお伝えしていきますが、この時ですね、一番悩みの、境界に差し掛かっていたんじゃないかなと思います。どういうことかって言いますと、宇野くんは、ピョンチャンオリンピックでね、メダルを取るための4回転ジャンプをたくさんやってるんですけれども、ピョンチャンでメダルが取ることができたのは、この悩みを克服することができたからというふうに考えてるんですね。で、どうしてもですね、トリプルアクセルと4回転トーループですね、このジャンプを飛ぶことができないで、悩み続けてきたっていうのがあるわけです。この2つですね、これは以前もお話ししたかと思いますが、アクセルジャンプですね、これトリプルアクセル。3回転トリプルアクセルと4回転のトーループですね、この2つのジャンプを、なかなか飛ぶことができずに悩んできてしまった時期が多かった。そしてこの2012年、2013年シーズンっていうのが一つの、区切りというか悩みの境界線になっていたのは間違いないというふうにも思っておりまして、宇野くんとしてはこの時のフリースケーティングの曲 The Secret Garden Steps でね、まだね、頭の中では僕はトリプルアクセルができないっていうね、そういった葛藤があったと思います。で、トリプルアクセルよりも4回転トーループを、4回転トーループに関してはまだこの時考えてなかったんですけれども、トリプルアクセルをまず決めてから、ね、4回転トーループをやりましょうっていう頭だったと思うんですね、この頃は。はい。だから、つまり村選手の助言の前ということになるんですけれども、そのトリプルアクセルで苦戦し続けているっていうところが、あるんじゃないかと思いますね。はい。で、この頃の、少し表現力を見ていきましょう。チガーネの時、2011年シーズンのチガーネの時はかなり成長してますので、そこら辺を見ていくことにしましょうね。ここです。今のところちょっとお分かりいただけましたか？移動ですね。足を変えて移動するとき、体重を移動するときの表現力、これが卓越していると思いました。少々お待ちください。もう一回見ます。ちょっと今のところだけ。こっから下を向いて今左足乗ってますね。左足から右足にチェンジしますよ。今は左足乗ってるんですが、こっからこうやって顔を上げてね、しかも。もう一回言います。こっからこう。こういうね、移動するときの足をチェンジするときの表現力。足チェンジ。足チェンジですね。足チェンジするときの表現力が、表現と書いてありますが、世界トップレベル。振り付けが本当に上手だと思います。宇野くんの特徴として、フィギュアスケートを使った表現力、振り付けがすごく上手ですね。なので、氷の上でならではの動き、氷の上だからこそできる動きが多い。氷の上、ダンスとは違って、氷の上だからこそ、実現できるような、そういった動きが多いと思います。今みたいに、本当スケートをすごくよく使っているなというのがお分かりいただけますよね。こういうところが。もっと戻して。こういう滑っていくところも美しいが、こうやってね、手をこう一回振り下ろしますよね。振り下ろす。そして上げるみたいなね。美しいですよね。両手を使った表現力。フィギュアスケート、氷の流れを使って、そこに手を使え、加える動き。これがね、宇野くんの得意技かなと思います。この前も言いましたが、風があったりとかね、炎があったり、本当にね、そういったところが宇野くんの魅力かなと思いますね。はい。そして、こちらがアクセルジャンプへの挑戦ですね。これはトリプルアクセルじゃありません。ダブルアクセルなんですが、素晴らしいってお話します。まずは、飛ぶ前の手が、ね、そんなにこう、後ろの方にグイーって言ってませんね。これはいつもお話ししてます。体があって、宇野くんの手がですね、この、体の、平行している手がね、状態と平行に置いてあるっていうのは、先ほども言いました、フィギュアスケート、氷を生かしているということなんです。の証拠ですよね。手を使わないでジャンプを飛ぶというね、そういった
感じになっているので、まあ、それが宇野くんの基礎。これの、利点、弱点として、メリットとしては、ちょっとね、ジャンプの回転数が少なくなってしまっているのがあるので、この氷をすべて、氷だけを生かすジャンプの、デメリットとして、まあ、トリプルアクセルは少し、飛べなくなって、試練を迎えてしまうっていう、そういったことはあると思うんで、まあ、ちょっとね、悩みが出てきてしまう要因でもあるわけなんですけども、ただその後、すごい流れますよね。すごいこう、スケーティングが長い。ジャンプ着地した後に、ふーってね、このように流れていくわけですね。すごくそれが上手かなと思いました。はい。スケートの伸びですね。伸びがある。まあ、これは結構ね、宇野くんの特徴ですね。うん、まあ、先ほども言いましたけども、氷を生かす、そういったスケーティングっていうのが、見事だなと思いました。思います。はい。では、一番最後の、枠に行きますが、こういったクロスしていくときの動き、体に上下がないですよね。こうやって。体が上下しない。ずっとね、水平方向ですよね。体がね、上下、こういう風にしないですね。それがまず美しいですよ。滑っていくときに、体が上下しない。状態が美しい。そして、パッとね、やったりするところ。ここがね、高橋選手チック。こういうところ。パッってね、こういうところが高橋選手の憧れてるっていうのがあるだけに、自分のね、好きなスケーターを見て、それを実現したいっていう、そういった、心で滑る、そういったところがね、あるんじゃないかと思います。パッとね、向いてますよね。ループ飛ぶときも、まだジャンプ飛ぶ前なんですけれども、手が手前にある。つまり、これは何を意味しているかというと、僕はジャンプを飛ぶときに手は使ってませんよというね、そういった証ですね。まあ飛んでませんね。足がまだ氷についてますよね。そういったところが、宇野くんの特徴。先ほども言いました、何度も言いますけども、氷を生かしている。手を使わずに氷を生かすっていうところが、宇野くんの見どころ、魅力ですね。これがもう2012年のあたりから見れてると思います。はい。で、先ほども言いましたが、ジャンプがね、4回転とかトリプルアクセルが飛ぶ前に、表現力だったりとか、スケーティング能力を世界トップレベルまで持っていったっていうことが、この後、普通は、まあ、ジャンプ、それからスピンとかね、高いレベルをやった後に、それができた後に、美しい、表現力をね、学ぶために世界に出るんですが、宇野くんはもうそもそもスケーティングがすごく上手な段の、スケーティングの練習とか最初にね、習得してるっていうのがあるので、あとはジャンプだけっていうところがあるわけですよね。はい。まあ、そこが、他の選手と少し違うところ。もう、表現力に関しては、オリンピックに出てもおかしくないぐらいの実力っていうのはもうこの時から、2012年の時から出してたんで、あとはね、このジャンプが少し低いですよね。コンビネーションジャンプ少し低いから3回転3回転にも少し苦労していたっていうのがあるので、まあそことのね、そこがまあ少しこうジャンプができなかったっていうところから、2012年っていうのはどうしても、試練のシーズンになるということなわけですね。はい。あとはもうジャンプだけっていうところですよ。うん。はい。だから、ジャンプ決まる前に、世界トップレベルまでね、表現力とか振り付けとかを持ってったっていうのは、まあなかなかね、珍しい、ことだったんじゃないかなと思います。はい。もう一つありましたね。ちょっとこれを見て。スピンも素晴らしいんですよ。うん。くるくる回って、こう足ついてませんね。これシットスピンなんですけれども、シットスピンもこれ緻密ですね。非常に細かい。そして手を上手に使っていますね。こういったスピン中の表現力。うん。スピンもただ回転をするだけじゃなくて、表現力、スピンの回転をしながら表現力をするのも、世界トップレベルですね。あと、体が柔らかい。上半身非常にこうね、なんて言いますかね。ちょっとこういう言い方なんですが、魚のようにね、魚。うん。魚ちゃんのように、こう、この後ね、いきますよ。こう、体が反れるんですよ。こういうとことかね。パッとやって、ふーっと。こういう、ふーってね、背中をこう反れるところ。今ちょっともう一回見せますね。スピン終わった後、パッってここじゃなくて、ちょっと待ってくださいね。こういうとこね、ヒューって手を前に出して、体が反れるこの背中のラインですね。はい、こういったところもですね、魅力だなというふうにも思います。体が反れてますね、これね。そう。
で、手を伸ばしてね、こういったところの表現力、色気のある表現力というのが、このあどけなさの中にもうすでに入っているっていうのがあったんで、もうね、この時からかなり注目されていると、される要因になってる。シュート、こういうところですね。こういうところの色気、これが上手。これは書きましょう。色気ですね。だから、色気が素晴らしいと思います。で、これトリプルルッツなんですが、ちょっとやはりインサイドもトリプルルッツもね、アウトサイドで飛ばなければいかんですが、そこも少し試練として、今後のジャンプに、関わってくるというわけですね。はい。というわけで、今日は宇野昌磨選手2012年、2013年シーズンかなの、ちょっと試練ですね。彼にとっては一番こう、トリプルアクセルができなかったり、4回転トーループができなかったりして、あとはジャンプだけと。ジャンプだけだったんだけども、少し頭の中では僕はジャンプさえできればっていうところがね、あったといった時期ですね。そういった時期の、演技、ザ・シークレット・ガーデン・フリースケーティングを見てみました。はい。それではね、今日はこれで以上になります。また最後までご清聴いただきまして、ありがとうございます。ここから成長するっていうのはね、そのジャンプをそもそも決めてきた段階で、結構ある程度もう癖っていうのはね、ついてきちゃうと思うんで、そこからね、トリプルアクセルとか4回転ジャンプをね、飛んでいくために少しこうジャンプを変えていかなければいけない環境変化。環境、自分の体の環境を変えるその能力っていうのも本当に素晴らしいですよ。